今回購入紹介するのはユニクロで買ったもの。で、あの普通のやつじゃないのかな。コラボ商品も入ってるのかな。うん、入ってないの。うん、なんかよくわからんことできてるわじゃん。そう、別に買ってないけど、進撃の巨人の多分 UT が発売されてるから、それ用のボックス。そう。じゃあちょっと開けていきます。で、今回買ったのはこんな感じ。こっちはまあおなじみのなんだっけ、ヒートテック。がなんか500円になってたので買いました。安かったかな。そう、値引き商品。そう、でこれは何なの。これもなんか ヒートテックコットンとタートルネックティー。これも値下げされてたんだけど、タートルネックになってるヒートテックコットンみたいな。ああ、着心地がいいやつかな。安くなってて780円ぐらい。ちなみに効果はね、こんな感じ。そう、みんな知ってると思うけど、そう、発熱、保温、吸吸湿、吸汗、乾燥感、抗菌、防臭、ウルトラストレッチ、形状保持、風合い、まあ、あんまりなんかヒートテックってオラン好きじゃないんだけど、肌にぴったりしてるのって好きじゃないんだけど、セミ肌は変えられないよね。まあ M、うん、ちょっとも L か M だったらちょっと緩く消えるかなと思って。そう、同じやつかな。安いから買いました。そう、白と肌色かな。うん。で、じゃあこっちはなんだ、ヒートテック？系。で、こっちちょっと開けていこうかな、1枚ずつ。じゃあこの1枚目が、レディースのポケッタブル UV カットバーパーカーの黒。そうで、M の黒です。こんな感じかな。で、パーカーだから、あの、あ、ここチャック式だね。いいね。チャック式。そっちは？チャックだからいいんだ。そういえば。シャック式のこういうなんだな、腹部用のポッケ、メッシュみたいな。うん、ほんとメッシュみたいな。じゃあ湿気とか溜めないの、溜めにくいの。うん、って感じのやつで、黒いやつでパーカーだからパーカーにちゃんとなってる。そう、こういうふうに。でも袖口のところのこうやってゴムが入ってる。ああ、ゴム入ってる。ぴったりするから。うん、で中は前がメッシュみたいな。メッシュになってるね。うん、で目がってやつってやつです。で、レディースのやつです。この裾のとこも絞れるよね。ああ、そう、絞れるところがキュッと、そう、キュッとなってます。で、ちょっとどけとこうね。今のがレディースの黒ね。で、次行きます。で、これがメンズの、これはポケッタブル UV カットパーカー 3D カットのブルーの L。 で、これ今2990円かな。1000円引きになってるやつです。で、こちらは、あの、なんだっけな。なんか、梅雨の人がよく着てるのに似てるのかな。上が、ちょっと、なんだろう、紺色、あ、黒かな、うん、なって、下が水色、青かな、うん、ちょっと青色になってるってやつ。なんか、自分の顔なんか釣り人が着てるみたいな感じする。パーカー自体がそんな感じ。そう。で、さっきと同じように、このなんだっけ、裾はこんな風になってる。うん、ゴムが入ってるやつです。で、同じようにポケットにはチャックついてます。両方とも。物がこぼれない、まあ、スポーツの時とかさ、そういう時に来たりする時は物がこぼれないようになって、中がメッシュになってて、で、ここも前がメッシュになってて、これはそもそもここにゴムが入って、ここにゴムが入ってて、で、これなんか変なこと出てきた。袋がついてて、これ取れるのかな、取れないもん。あの、折りたたむとこの中にしまえて、ああの持ち運ぶ時にちょっとカバンの中に入れといて、だから寒い時着る。春先だよね。昼間はあったかいんだけど、うん、夜になると急激に寒くなるみたいな、うん、時に着るのにいいと。そう、だから薄くて軽いのがついてるっていうやつです。まずね、これが1点。これ1枚で、これは色違いなのかな。うん、で、これはポケッタブル UV カットパーカー 3D カット、これはブラウンね、L で、これも値引きされて2990円で、ね、で、濃いグリーンと黄土色かな、黄土色みたいなやつです。で、同じ作りは同じになった。これ汗かいたり濡れたりした時に、うん、やっぱ替えがもう一枚ぐらいあった方がいいかなと思って、で、まあチャックもついてね、うん、同じ、全くだから同じ作りされて、そう、作りは一緒になってます。これもついてるの、ついてる。今度はグリーン、あー、前がこれで後ろがグリーンだから、これの色になってるんだね、多分袋も、うん、ツートンカラーになってる、しまっていけるってやつ。そうね。で、だからこれがさっきの色違いの濃いグリーンと黄土色のやつのツートンカラーのやつです。で、これはユニセックスで男女共用みたいな、両方使えるやつ。で、これもポケッタブル UV カットパーカー 3D パ
カットのオレンジで、これも L で、まあおらんか L だったら、うん、あの両方使えるかなと思って、そうどっちが来てもいいかな。でこれはオレンジ一色、そうちょっと派手っぽいやつ、チャックはついてるじゃん、多分作りはねみんな一緒なんじゃないかな。そうなんだ、あれはついてる、ついてる、これオレンジのやつがついてる、袋もついてます、まあ、で、あのねチンパが厚がりで結構なんだっけ平気な時もあるんだね。でチンパは暑いっていうさ、暑くない、うん、暑いんだけど、オランは寒いっていう、うん、特にあのディズニーの帰りとか、うん、チンパはそのまま大丈夫だから、それで時々あるんだよ、オラン着ればよかったって、うん、だからこういうユニセックスとかあると、チンパが寒ければ着ればいいし、うん、でチンパが暑ければオランが着ればいいし、うん、っていう感じで、そうチンパのが着ちゃうって、そうで、あの朝と晩、春と秋は、そう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 、昼間はすごい暑いんだけど、そうだ朝だけ、そう朝だけチンパが来てってって感じ、ねうん、ちょっと寒い時、ちょっと曇った時とかね、曇りの時だけ寒いとかってなったりするから、やっぱ1枚あると便利だと、そうそうだ、でさっきの袋にちっちゃく畳んでいけば、あのカバンに、うん、あの入れるにしろ外側につける人もいるよね、カバンに、薄くてちっちゃい、軽い、まずそうだからもう入れなくたってこうやってブチャブチャブチャってやっていてももうちっちゃく軽くなるから、そうそうそう、これ本当はもっとあったとか、家に2枚ぐらいあったはずなんだけど、1枚なくなって、なくなって1枚はまあ古くなって、そうだからいいかなって、ちょうど安くなってたしね一応、うん、っていう感じで今回は何枚だっけ、1、2、3、ちょっと汚くす、4枚のパーカーとさっきのヒートテック 3セットかな、うん、を購入したっていう具合です。じゃあ以上です。